コフィーやったアナンは第7代国際連合事務総長。ガーナ共和国アシャンティ州熊市出身。称号は聖マイケル、聖城寺勲章。英語、フランス語、クル語、アカン語、他のアフリカ諸言語を話す。国連事務総長在任中の2001年にノーベル平和賞を受賞した。アナンはイギリス領ゴールドコースと熊市にて双子として生まれた。 ガーアナにおいて双子は大切にされている。アナンの双子の姉であるエフアは1991年に亡くなっている。共通のミドルネームであるアッタはファンテお及びアカン語で双子を意味する。アナンの祖父とおじは部族の長であり国のエリートの一員である。世界経済フォーラムにてブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリーラと共に1958年。 クワメエンクルマ科学技術大学を卒業後に、渡米、1961年、米マカレスター大学経済学部を卒業する。1961年から1962年まで、国際、開発研究大学院留学。1971から72年、米マサチューセッツ工科大学スローンスクール、科学修士取得。1962年、 世界保健機関の行政、予算担当官として、国連入り。国連アフリカ経済委員会、イスマイリアの国連緊急軍、国連難民高等弁務官事務所に勤務する。一旦ガーナに帰国し、1974年から3年間、ガーナ観光振興会社常務取締役を務めた。1980年に UNHCR 人事部長となり、 1984年に国連本部の財務部予算部長。1987年に人事管理担当事務、次長保険国連システム安全保障調整官。1990年に財務官兼計画立案、予算、財政担当事務次長法を歴任する。1990年にはイラクのクエート進行を受け、事務総長から特別の任務として、 900人を超える国連職員の機関とイラクで人質となった西側諸国の人々の釈放を促進するよう要請された。その後、人道援助物資購入のための原油販売に関し、イラク側と交渉する初の国連代表団の指揮を取った。1992年、PKO 担当国連事務次長補、1993年から1996年まで、 PKO 担当、国連事務次長を務める。1995年11月から1996年3月に、かけては、旧ユーゴスラビア担当、国連事務総長特別代表として、ボスニア・ヘルゼゴビナにおける、国際連合保護軍から、北、大西洋条約機構主導の和平履行部隊への、部隊引き継ぎを監督した。1997年1月1日、 国連職員から選出された最初の事務総長として就任した。ロシア連邦大統領のウラジーミル・プーチンと2001年11月16日2001年には国際連合とともにノーベル平和賞を受賞した。2004年、アナンは国連の事務総長としては初めて来日し、当時の天皇・アキヒトと会談し、日本で初の議会演説を行って、 日本の対イラク支援政策や自衛隊のイラク派遣を高く評価するとともに北朝鮮による日本人拉致問題にも言及した。また国連検証の敵国条項についても時代遅れとの認識で一致した。2006年12月に国連事務総長を引退した。アナンはその際スピーチで近年の国連を無視するアメリカの派遣主義的行動を批判し、 アメリカが国連を重視した多国間主義に回帰することを望む声明を発表した。2009年5月よりコロンビア大学国際公共政策大学院のグローバルフェロー及びコミッティオングローバル総統のフェローに就任した。640億ドルに上るイラクの石油食料交換プログラムに関する国連の大規模な不正疑惑により政治声明が危機にさらされた。 これに関しては、アナンの長男である小女アナンがこの人道援助に関わったスイス企業から退社後も不透明な給与を受けていたことが発覚している。2012年2月には国連とアラブ連盟から反体制派への弾圧が続くシリアへの合同特使に任命された。2018年8月18日にスイスベルンで死去。80歳没。9月13日に ガーナで国葬が行われた。現在の妻はスウェーデン出身の弁護士で芸術家のナーネ・アナン。ナーネはスウェーデンで第二次世界大戦中にユダヤ人を救ったラウル・ワレンバーグの王名にあたる。戦災との間に二人の子供がいる。またいとこにガーナ代表のサッカー選手、アンソニー・アナンがいる。ありがとうございます。